うのか、何が狙いで使うのかっていうのを今回はちょっとやりながら解説していきたいなと思います。はい、こんにちは。 RWS 新潟校代表の高越です。はい、今回はボールを引いてコントロールする意味っていうのを今日は紹介したいなと、紹介っていうか、まあ説明をしていきたいなと思うんですけどね。結構足の裏で触るのってやっぱフットサルとかがね結構多かったりするんですけど、まあ、外でもねボールを足の裏でコントロールするっていうことがねあるんで、そういう意味、どういう時に使うのか、何が狙いで使うのかっていうのを今回はちょっとやりながら解説していきたいなと思います。はい、でボールをまず足裏でコントロールした方がいい時としない方がいい時って結構あって、まあ、僕結構しない、したダメだなって思う時があって、それはパスが来た時ね、パスがこうやって来た時に足裏でコントロールすることは極力しません、フットサル以外は。なんでか、これね足の裏でコントロールする時にね、結構他のことを意識してると結構すかしちゃうことがねあるんで、これは結構自分の中でやらないようにしてます。はい、なので正面から来た球はインサイドでトラップしたり、アウトサイドでトラップしたり、まあ場合によっては足の裏でトラップするんですけどね、トラップするときはだいたいつま先を上げてかかとは地面にちょっとつけるイメージでコントロールすることが多いです。上からこうやってコントロールして、でボールをね引くっていうことを今回はやるんですけど、そのボールを引くときに何ができるのか、何のためにボールを引くのか、まあ、こういうところなんですけど、ボールを引くって実際、まあ、自分の真下からボールを引くことってあんまりないですよね。自分より遠いところから自分の足元で持っていきたいときにボールを引くんですけど、なんでじゃあ足裏を使うのか、これポイントなんですけど、足裏を使うことによって次のプレーがより簡単にできる、こういう意味を持って足裏でボールを引きます。はい、ね、こっちもそう、次のことをできるように足裏で引く、で足裏でボールを引いた時に気をつけてることが当時あります。その時は軸足です。例えば今も横から引いた時はこの左足見ててくださいね。わかりますか、引いた時に絶対反対の足も動いてるんですよ。こういうのができて初めて足の裏で引くときに、あ、今だっていう風に使えるようになって、普段からこういう足の裏でコントロールしたいんだったら練習しててください。こういう練習を普段からして、で引くっていうのはやっぱり下がるっていう意味があるんで、相手が足を出てきたところを狙って前に狙って前に、こういう V 字でいけるようなイメージも持ちながらぜひ練習してみてください。はい、今日はこのボールを引く意味、引く必要性のある場合とかねっていうのをちょっと話させてもらいました。でいっぱいいろんな使い方あるんですよ。自分のアイデア一つでいろんなボールをコントロールするための方法ってあるんで、結構自分に当てはまるようなことを探して使ってみてください。はい、以上になります。